皆さんこんにちは、高梨優香です。トゥルルルーン。今日はですね、私がなんと夜ご飯を作っていきたいと思います。今お買い物に行ってきたんですけど、まずは今日の購入品を紹介していきたいと思います。韓国海苔今日は使いません。トマト1個、きゅうり2本、これは今日使うやつのために買ってきた。はい、次シェープヒョンと大葉です。この2つどっちも今日使うから買ってきました。というわけで早速お料理をやっていきたいと思うんですけど、今日は何を作るかと言いますと、まず毎日作っているお味噌汁と、きゅうりともやしのナムル、あとトマトとツナのサラダ、それと大葉とチーズと鶏ささみを使って、なんかこう巻いて食べるやつを作りたいと思います。よし、やってこう。まずはね、お米を炊きます。これめっちゃ便利だよ。お米を炊くのはめんどくさい。よし、お米洗いました。大丈夫そう、これ大丈夫か。まあこういうのはね、適当でいいんだよ、炊ければ。よし、それではやっていきたいと思います。まずこの鶏ささみがまだ凍っているので解凍したいと思います。解凍のやり方知らないんだけど、この前さ、鶏皮をさ冷凍してたんだよ。それで鶏皮食べたいなって思って解凍したら、なんかなぜか煮詰まっちゃって、鶏皮があったかくなっちゃったの。全然美味しくなかった。お母さんごめんなさい。まあとりあえず解凍しています。今きゅうり切ります。これはナムルに使うキュウリ。なんで2本買ってきたやろ。キュウリはだいたいこんくらい、半分くらい。やばい、ささみが煮詰まりましたやっぱさ、このレンジのさ解凍機能ダメだ。私仲良くなれない。もやしを茹でます。もやしはもうなんかささって茹でるだけ。あんまり茹ですぎるとってなるから。あ、切り方ミスったよえ、どうやって切ったらいいんだ。ここからの回復の仕方がわからない。もやし完成。きゅうり切れました。あ、こんな感じ。したらもやしの水をめっちゃ切る。なんか味付け作ります。まずね、醤油をだいたい大さじ2ぐらいで、お酢もそれくらい、大さじ1ぐらい。砂糖を 0.5 杯くらい入れる。で、混ぜます。わー、そしたらこれの中にもやしときゅうりをぶち込みます。はい、こんにちは。と味が全部につくように混ぜます。めっちゃ美味しいんだよこれ。お皿に移します。もうこれだけ完成。そしたら次はさっきのささみを使います。やばい、普通にさ煮詰まっちゃった。見て、白くなってんの。終わった。まあそんなことは置いといて、そしたらこれに、もうこれめっちゃうまいんですよ、みんなもやってほしい。これにね、大葉を巻いていきます。ささみの上にポンポンポンって置く。そしたら裂けるチーズ、ゆかは辛いの好きだから辛いのでやってみる。これを3等分にします。3等分にしたらこの上にこうやって置く。でくるくるって巻いていきます。焼いてる時にチーズが出てきちゃうから、出てこないようにしっかり巻いていきます。そしたら次はトマトとツナのサラダを作っていきます。でトマトを切っていきます。どうやって切ればいいんだろうか。なんかさ、ゆかさ、みじん切りと千切りぐらいしか切り方わからんくて、本当にちゃんとみんなさ、あれだよ、ママに料理教わっとくべきだよ。ていうかは、東京来てすごくすごく感じた。料理はやっといた方がいい。はい、トマトを切れました。そしたら、じゃじゃーん、ツナ缶を開けます。うわー、開いた。油を切ったらもうお皿の中に入れちゃう。でお皿に入れたらトマトも一緒にもうお皿に入れちゃいます。そしたら
この上からポン酢をかけます。大さじ1ぐらい。味の素をちょっとだけ入れると、あとはお砂糖、お砂糖もちょっとだけ入れます。入れたらこいつらを混ぜくり回します。え、お砂糖ミスってるわ、これ混ぜれないわ、混ぜれないよ。はい、完成。2品目、トマトとキュウリのサラダです。大葉を上からかけました。もうね、あとささみを焼いてお味噌汁作るだけなので、先にお味噌汁の具材だけ切っていきます。今日のお味噌汁の具は玉ねぎとわかめにします。ゆうちゃんも成長したよ、玉ねぎが食べれるようになっただなんて。と、玉ねぎ切れたらわかめ、はい、こんな感じでわかめを好きな大きさにカットします。味噌汁はまず本だしを入れます。スティックになってるやつの全部じゃなくて半分くらい入れます。味の素を入れます。味の素は4回くらい。この油揚げを投入します。で、次はこのささみ大先生を焼いていきます。蓋をしちゃう。で、味噌汁にもう玉ねぎとかも入れちゃいます。料理マジむずくね。最近はね、学びばかりです。あ、忘れていました、味付けをしていません。塩コショウとガーリックで味付けしていきます。え、めっちゃ美味しそう、やばい。ギョギョーン。したらもう蓋をしてちょっと放置。もうね、後でね、お皿洗いとかするのね、超だるいからね、先にやっとくんだよ、こういうのは。料理しながらやるんだよ、わかる？おばあちゃんみたいなこと言ってんね、今。最近もうね、1時間くらいでね、いろいろね、完成できるようになったよ。なんか前までさ、3時間くらいかけて夜ご飯作ってたんだけど、もう1時間くらいで買い物とお料理まで終わっちゃう。天才じゃね？お味噌汁は火を止めてから味噌を入れます。味噌もうない。で、溶かします。よし、お味噌汁完成。いい感じだよ、そろそろいいかな。完成。あ、ご飯炊けた。いただきます。チーズとささみと大葉のやつを食べます。めっちゃ伸びる。うんま。結構ね、今日ね、量作りすぎちゃった。自分が作ったとは思えないくらい美味しい。なんか余裕で全部食べれそう。食べちゃおう。全部食べちゃいました。え、超いっぱい量あったのに全部食べちゃった。普段はね、でもこんなに食べない、この半分も食べないかな、いつもは。なんかもう今ね、腹12分目ぐらいまで来てる。というわけで、みんなも今日の夜ご飯どうしようとか、あと一品どうしようとかいう時に参考にしてくれたらいいなと思います。今日も最後まで見ていただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。他にも SNS いっぱいやってるのでフォローしていただけると嬉しいです。ごちそうさまでした。それではグッバーイ。